泳いでる人もいいんだ。違う、はい、ダメ、はい、やり直し。いただきます。いただきます。いただきます。今日残ってんだね。旅する足。乗れた。はい、ボスニア・ヘルツェゴビナのモスタールに。違う、はい、ダメ、はい、やり直し。せーの、12カ国目、ボスニア・ヘルツェゴビナのモスタールに到着しました。本当は7時15分に着く予定だったんですけど、なんと1時間以上遅れて8時半でございます。今から宿に向かいます。なんかご飯食べたいな。うん、なんかタワーがある。なんかさ、この感じゲロとかそんな感じに似てない？ゲロ温泉。うん、なんかさ、うん、石垣島っぽくない？飛騨高山とか。あ、飛騨高山感はあるかも。 あるよね。え、てかここすごくない？めちゃくちゃ怖い。やば、ちょっとヒューする。うん、なんか思ったより音がさ強いよね。ねえ、普通の川かと思いきや。うん、あ、こういうなんかホテルみたいになってるね。ね、あ、そうなんだ。ビーフソーセージとチキンレッグ。これめちゃくちゃいい匂いするね。すごいガーリックの香り。これやばい。チキンレッグというよりもも肉のね。あ、だからももだからレッグだよな。いただきます。それにしちゃよかったな。なんかそれめちゃくちゃいい匂いする。開けたるよ。うん、美味しいよな。うん、あ、なんかこれもニンニク効いとんね。うん、ただのパンも。うん、ガーリックパンみたいな。いや、同じ、うん、フライパンで焼いてんじゃないか。ほんと？ソーセージは5本入ってる、この短いの。うわ、めっちゃ美味しいやん。めっちゃ美味しいでしょ。うん、めっちゃ美味しいな。すごい美味い。交換しよっかな。え、うわ、めっちゃ美味しい。うん、いや、これも美味しいよ。美味しい、胡椒って言ってる。いや、もちろん美味しいよ。うん、そんだけガーリックやられたら勝てんでしょ。確かに、うん、美味めちゃくちゃ綺麗。結構残っとんだね。めちゃくちゃあるよね、これ。めちゃくちゃ悪い。あ、見て、でしょ。スラム系のバンク。いや、全部なんか建て替えとかしてんのかな。なんかさっきもモスク型のお店でした。チキンとサラダ。いただきます。いただきます。うん、うん、どうまいんだ。パンでいくか。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいでしょ。なんかこれ焼き鳥に近いわ。焼きそば？焼き鳥。あ、焼き鳥？うん。あ、炭火で焼いてる人もいる。あ、炭火で焼いてる人もいる。めちゃめちゃ美味しい。
サラダ味あんの？ない。これかけるかな、じゃあ。あ、ほらね。え、なんだろう。マルサミコ酢とか。そうだよね。おいしい。パンがこの大きさやで。わかる、これ。めちゃめちゃでかい。分厚さ。ハンバーガーって。昨日のよりでかいよね。黒子に。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なあ、あ、これもなんかターキッシュランプにそっくり、トルコっぽいね。うん、かわいい、かわいい。また足元の石畳っていうか、これ変わったね。うん、和室っぽいになった。うん、なんかみんなこっち行くね。何これ。あ、モスクに入るやつ。ああ、オープンフォーデジタルって書いてある。あ、上乗ってる。上から覗けるんだよ。あ、そうなんだ。すごいラベンダー。うん、なんか結構ラベンダー押してるんよ、この街。うん、ここ水汲めるんだ。本当だ。もう本当、あそこからはチケットで、うん、あ、マリリン、これはボスニアのヘルツェゴビナの国旗です。ボスニアヘルツェゴビナの国旗です。さて、僕たちが今まで来た国の中で赤色を使ってない国はいくつでしょう。ラオスだっけ？ラオス使ってるっけ？ラオス。それゼロ。違う。ここ合わせてる。ここ1個。ここ1個でしょ？うん。あとはギリシャ。ギリシャ。この2カ国だけの。すごいね。やっぱ赤大人気だね。赤多い。75% ぐらいの国旗が赤使ってんだって。うん、そんな多いんだ。うん、へえ。情熱とか太陽とか、あとは旧共産圏の国とか共産。博愛。そうそういうのとかを表してるから赤って使いやすいらしい。ちなみにピンクと紫は使ってない。なんで？使われてない、どこにも。ちょっとエロチックな感じ。ちょっとエロチックのとエロチックな感じ。違う、何言ってんの。違う。ピンクはちょっと中間色でなんか薄いでしょ。あー、中途半端な色は使わない。そう、紫は昔染料が高かったから。へー。っていうのもあるっていう諸説あるだろうけど。だって、国旗豆知識。うん。本当だ。あ、すごいな。パーフェクト。トルコを感じたのはやっぱりそういうことあった。トルコっぽいなと思ってたんで、ね、バレてて。ね、トルコのバザールみたいな。うん、売ってるもん同じだもんね。人。急に増えたね。増えたね、びっくりしたね、うん、全然いなかったね、今まで。みんなここに、うん、集まってたのね。ね、ここに集まってくるね。こちらが世界遺産の橋でございますよ。違うっぽいね。うん？金集めてなかったですね。集めてんじゃん。誰も何もないから誰も何もわからない。でもお金集めてなかったらただ上裸で橋のね、橋に立ってる。
ここのカフェ素敵ね。本当だ。でもおじさんばっかなの。そう。めっちゃ滑るね、この橋。滑る。うん。この下に段差があるのにはある。うんうん。あっちにいる女の子、みんなが応援してる。おぉ、マーク。頑張られる。え、本当だ。なぜかめちゃめちゃ人気なの。何屋さん？なんか可愛いね。うん、なんかこの辺でよく見るご飯って感じだね。うん、これが可愛いの。美味しそうだね。個人鍋みたいな。本当だ。外でもいいよ。どこでもいいよ。これスモールなんだね。うん、大きいよね。美味しそう。といつも通り。チキンだ。でパンもついてくるね。いただきます。めっちゃ揺れた。いいもん。